カポレットの戦い、カポレットの戦い、カポレットの戦い、バトル・オブ・キャプレットは、第一次世界大戦中のイタリア戦線で、1917年10月24日から11月9日に、かけて、カポレット、ゲンスロベニアのコバリードで戦われた戦い。さきの、第11次イゾンツォの戦いになずらえて、第12次イゾンツォの戦いと呼ばれる場合もある。11度にわたる、 依存祖先戦線の構成によって弱体化した、オーストリアイコール、ハンガリー帝国軍による再三の援軍要請に、対して、長らくこれを戦力不足から拒否してきた、ドイツ帝国軍がついに援軍派遣を認した。イタリアでは、カポレットの惨敗、エルエディスファタ DI キャプレットと呼ばれている。 指揮権を移譲されたオットー・フォン・ベロー将軍は、ロシア帝国軍のアレクセイ・ブルシーロフが発案した、浸透戦術を駆使して、後方突破による敵軍殲滅に成功、依存と戦線の戦況は一転した。戦いでは、浸透戦術のようとなる突撃部隊が大きな活躍を見せたが、化学兵器の投入も勝利の要因であった。ドイツ軍による、 毒ガスの散布はイタリア第二軍の壊滅に大きな影響を与えた。ドイツはオーストリアの崩壊を何とか押しとどめ、西部戦線での新たな攻勢に専念する体制を整えることができた。オーストリアイコール、ハンガリー軍は1917年時点で多大な損害を出しており、その総数は死傷者、捕虜合わせて実に150万名に及んでいた。 帝国内の民族対立も日増しに高まり、ドイツ系とハンガリー系以外の兵士たちの間では、沿線感情が蔓延していた。ドイツ軍参謀本部は、来たるべき、第十二次依存と海戦ではもはや、オーストリアイコールンガリー軍は、戦線突破を阻止することは、難しいと考えていた。オーストリアイコール、ハンガリー軍の戦線崩壊は、ドイツ軍にとっても、 危機的な状態を作り出すことは明らかであった。事態を重く見たドイツ帝国は再三にわたって避けて、北、援軍派遣を決断せざるを得なくなった。攻撃計画は当初オーストリア側から提案され、ベインスツプラと北のからの構成が予定された。イタリア側のトルミーノ付近の防備は手薄ではあったが、産地であることから、大軍の集中が困難と判断された。ドイツ軍は、 産地戦に詳しい将軍を現地へ派遣して、作戦計画の可能性を探った。デルメン人間将軍は、困難は多いもののトルミーノの突破和であるとの、報告を出し、ドイツ軍は、浸透戦術を駆使して、オーストリアイコール、ハンガリー軍への援護を行うことを決定した。独王軍では、独軍6個師団、王軍9個師団から第14軍が編成され、主力を担当した。 その左翼には、王第三軍、第四軍からなるボレビッツ軍集団が展開し、イゾンツォトルミーの一帯で37個師団が配された。一方、イタリア軍では、独第14軍正面には、イ第3軍が配備され、イゾンツォトルミーの一帯では47個師団が、配置された。イガーでは、脱走将校などを通じて、独王軍の攻撃計画が漏れていたが、 情報を軽視する傾向にあった、異軍司令部は、鑑が見ることなく、カトレット一帯の配備兵力は薄いままであった。1917年10月24日、独軍部隊による依存祖側での攻勢が午前2時から開始された。攻勢開始日は悪天候で朝方には、霧が立ち込めており、異軍側は完全に今日疲れた。脳無の中からの攻勢と同時に、 猛烈な砲撃と煙幕が異軍陣地に降り注ぎ、ついで科学兵器、毒ガスが撒き散らかされた。イタリア軍は旧式のガスマスクしか兵士に与えておらず、砲撃と毒ガスで混乱する状況下で有効な反撃を行うことができなかった。特に集中的な砲撃を受けた異第二軍の防衛線は崩され、ドイツ軍の突破部隊は手榴弾と火炎放射器を活用して、 統制を失ったバカーや統治下を効果的に破壊した。終日までに、ベロー将軍が率いる独軍は 25km 後方に突破することに成功した。しかし、独軍の突破成功をよそに、肝心の主力である王軍は全くこの動きに追随できなかった。統制を次第に取り戻したイタリア軍は、前線で、まごついていたオーストリア軍主力を撃退して、押し返した。 突出していた独軍の突破部隊への対処は混乱を極めた。浸透戦術の想定通り、後方を突破した部隊は数的に少数でも敵の補給線や連絡線をかき乱し、前線に多大な混乱をもたらすことが可能であった。後方の予備戦力を配備する用心を怠った、カドルナ将軍はこれ以上の突出を防ぐべく、王軍を押し返した前線から戦力を引き抜いたが、 これも明らかなミスであった。前線の戦力が手薄になったことで、後方突破に苦しむ前線部隊は一層に困難な状態に追い込まれた。第二軍にとって不運なことに、カドルナ将軍に比べて実績のある指揮官であった司令官は病床のみであり、これも破滅的な末路の一員となった。それでも前線の予備戦力不足に危機感を抱いていた。 カペロ司令官は、独軍の意図を察知し、カドルナ将軍にタリアメント側にまで可能な限り早く、撤収しなければ全軍が壊滅することになると直言し。だが、カドルナ将軍はこれを無限に跳ねつけた。彼はまだ浸透戦術の意味を理解せず、一部部隊の突破は時間をかけて押し返せば済むことであると信じていた。カドルナ将軍が己の誤信に気づき、 全軍に依存つを川後方での体制立て直しを命じたのは10月30日になってからのことであった。すでに判断を下すには遅すぎており、前線の至るところが突破され無数の部隊が殲滅されていた。退却命令から4日間を費やし、どうにかタリアメント側に下がった時に、独軍はすでに川の目前にまで追撃していた。11月2日、タリアメント側に、 共闘歩が建設されたが、独王軍は、高制限回転に達して、そこで進軍を停止した。以降は、ピアーベ川沿いに建設された、防衛陣地が、両軍の前線となった。独王軍は、異軍側の反撃で2万名の死傷者を出したが、異軍は3万千名の死傷者に苦しまねばならなかった。加えて、交代に間に合わなかった全軍の4分の1に、 相当する二十七万五千名の兵士が捕虜となり、生き残った部隊でも、軍司令部への激しい不信と、意から、今後の復従を拒否して離脱する者が絶えなかった。公認司令官となったアルマンド・ディアズ将軍は、責任の所在を明らかにすることを、兵士たちに約束し、軍司令部を信じるように粘り強く呼びかけて離脱者の、戦列復帰に尽力している。ドイツ軍は後に、 軍司令官となるエルビン・ロンメルが10回する様に余裕のない状況下で派遣された援軍は物資不足に悩まされていた。ドイツ海軍の海上封鎖突破の失敗は戦争が長引く中で深刻な食糧不足も招き兵士たちの体力や士気は下がりつつあった。その中で得られた勝利は大きな意味を持ったが同時にピアーベ側で異軍が体制を立て直す貴重な時間を与える。 結果にもなった。イ軍が体制を立て直すと、再度の突破は難しく、独軍到来以前と同じ消耗戦へと回帰していった。イ軍が被った被害は甚大であり、先の人的損失のみならず、大砲、機関銃、迫撃砲も多くを失った。兵士たちは、カドルナ将軍の統制的で柔軟性のない指揮下で指揮を落としており、軍からの離脱者も深刻な情勢であった。 ロンメルが率いる部隊も1500名の兵士を武装解除させることに成功した。カドルナ将軍とパオロ・ボッセリ首相という政軍の首脳が解任され、新たにアルマンド・ディアズ将軍とビットオリオ・エマヌエーレ・オルランド首相が国家指導を行った。オルランド首相は連合軍から一時的な援軍を得つつ、より重要な戦略資源の提供を受け取ることに成功した。 リアズ将軍は離脱者への復帰を促しつつ、残った部隊を再編してピアーベ側に強固な防戦を形成した。来園した英軍と仏軍は、ピアーベ側で踏みとどまれる可能性を否定して、より後方の民気を側に展開したことから、ピアーベ側の防衛は全て異軍残余に委ねられていた。この第一次、ピアーベ側の戦いで、異軍は雪辱を果たし、 独王軍を決して前進させなかった。ディアズ将軍によって再建された、イ軍は補給や指揮系統に多くの改良を重ねながら、王軍単独での大攻勢、第二次ピアーベ川の戦いで返り討ちにし、西部戦線同様に同盟軍の正機を完全に失わせた。やがて王軍が逆に指揮を低下させるとビットリオ・ベネトの戦いに挑み、 4日間にわたる抵抗を退りけて、王軍を改装させ、ビラジュステ急戦協定を締結して王軍は降伏した。他に、戦いの後、イタリアのラパロ協定で、従来の各国別による戦争指導を改め、ベルサイユの連合国最高会議で統一した戦争計画を決定することが提案された。一連の出来事に、 ルイージ・カドルナが責任の多くを背負っていることは誰の目にも明らかであり、彼は後に強制的な退役を命じられた。彼の失敗は単に第12回回戦での敗北だけではなく、イソンズ戦線の指揮全体において不合理な指揮を繰り返していた。カドルナは兵士だけでなく、自らの幕僚や司令官人とも不信に満ちた関係で知られていた。 自身の気に食わない人物を次々と悲鳴して指揮系統を混乱させ将軍217名と将校255名、士官355名を独断で解任した。規律屋とあだなされる柔軟性に欠いた極端な統制的態度もむしろ軍内の結束を失わせるばかりであった。異軍司令部は近代的戦争では 敵の脅威だけでは指揮を保てないということを気づかせた。軍内にプロパガンダを担当する宣伝局が設置され、社会正義の実現などを兵士たちに約束した。また、軍事戦略はより慎重で消耗戦を避けたものとなり、カポレット戦以降の死傷者は、対戦中の総死傷者65万名中の5分の1の数に収まった。この戦いの後、イタリア語において、 カポレットという言葉は敗北を意味する俗語となった。例えばベニートムッソリーには社会主義者による1922年の失敗したゼネストについてイタリア社会主義にとってのカポレットと例えている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。